皆さんこんにちは。ということで念願のハワイ旅行です。今ハワイ気分ということで、今からもうハワイに飛び立つんですけど、ラウンジに来たので、はい、ちょっとラウンジで一杯やっちゃってます。これは巻き込みです、私の場合。なんで一杯やっちゃってますじゃなくて。なんでなんかあんたが、うん、飲まないと寝れないみたいなこと言い出して、でも私は今日は朝の8時には起きてるから全然眠たいわけですね。だから私は本当に全然飲んだらもうそっちのモードに入っちゃうから、言っときながらめっちゃビールいただいてます。うまくね。めっちゃうまい。ここマジでうまいんだけど。とフィッシュ&チップスとパン。ちょっと早めに出てさ、アイス食べに行こう。食べに行こう。キリンめっちゃうまいんだけど。めっちゃうまいね。初めて飲んだ。グラスもある。 あるね、絶対。トーバは隣の韓国人の方にナンパされたらしいです。ごめんな、この作品やけど。いただきます。あ、うまっ。うん、うまっ。うまい、念願だよね。うまい、うまい、うまい。なんか2人映んないの悔しい。手持ちの持ち物めっちゃ受信力高くて、まずスパッツ。え、チャカーツスパッツね。めっちゃ受信力じゃん、うん、次にアイマスク。え、あと痛み止め。え、コード上がるから、ね、コード上がるから地獄かもよ。そう、ビタミンの薬どもはいはい、うちらのね。そう、あと機内は乾燥するのでスプレータイプの化粧水。 あと着いてすぐ日焼けしたくないから日焼け止め。はいはい、めっちゃ受信力高くない？私も結構腫れるよ。やっとく。やって。うちも腫れるんやけど、その女子力に、うんうん、まずカバンでかいもんね。まずカバンでかくて、でもパソコンとか入ってるので、ね、あー、そうですね。とかカメラとか、はいはいはい。まあ、それ以外を言いますと、はい、私はやっぱりこんな潔癖症なので、うん、歯ブラシ。結構持参で、海外の人とかだと硬さとか、うん、分かる分かる分かる、歯磨き粉の味とかある、うんうん、私もこのビタミンの薬、うん、これも、あ、もう入れてるんだ。個包装にしてきました。それは女子力だわ、はい、で今すぐ日焼け止め。うんうんうん、まあ、負けてる、今のところ負けてるでしょ。うん、リップ。うわ、はいはいはい。あとは休息時間。負けた。ガチ負けねえだろ。負けたじゃない。それいいの？めっちゃいい。え、あったかくなるんだっけ、足の裏が。そうそうそう。あ、使う？え、使いたい。着いてすぐサングラスかけれるように、うん、サングラス。あ、うちもです。負けた。てか見て、何？二人お揃いの赤なの。そうなの。あ、赤色は違うけど、うん、赤一緒に染めました。かわいい。何年ぶり？髪の毛染めるの。え、もう。なんで驚くの一回。そんなこと言われたら、うん、3年ぶり？それはない。それはないね。絶対ない。1年半ぶりぐらいだと思う。金髪とかにしてたもん。あ、してた。最初。嘘ついてごめんって言って。嘘ついてごめん。って感じで今から向かっていきたいと思います。しかもめっちゃ近いよね多分これ。確かに。しかも言いたいのが、飛行機ビジネスの一番上、そのために頑張ったもんね。そう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 。そう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 。なので今から寝ないようにしたとも思ったんだけど、時差ボケはやっぱちょっと怖いので、9時のフライトであっちに着くのが朝の9時なので、もう時差ボケにならないように飛行機でしっかり寝たいと思います。マッチ、マッチ。見てください、ビジネス。はい、ビジネスですよ。どう、寝れそう？寝れそう。もうフライトだよ。そうだ、新しい JAL のハワイが始まる。うわー、怖っ。顔始まるよ。ということで今からフライト頑張っていきます。夜ご飯が来ました。こんな感じです。すごいお刺身とかもあるんだけど、お肉とお味噌汁。お刺身いただきます。うま、ん、ちなみに YouTube で歯が痛くなるって結構話してたと思うんですけど、あれから歯医者に行って神経取ったので痛くなくなりました。なんかたくさん、あやちゃんこれじゃないですか、あれじゃないですかっていろいろコメント来たんですけど、解決したので美味しいですね。お肉いただきます。うまっ。ビジネスクラスだからご飯がね、言えばいつでも頼めるので、チーズの盛り合わせとかバーゲンダッツ、お酒も飲めるし、すごいのが頼めるんですよ、いつでも。それでハーゲンダッツ食べたいなと思ってるので、食後に頼んじゃいたいと思います。はい、こんな感じで食べていこうと思います。おはよう。おはよう。着いた。あー、かっこいい。腕、筋肉。腕じゃねえ。ありがとう。ついに着きました。
え、これうちも買おうかめっちゃ悩んだ。え、これ超いいよ。これバンクラインやつパッと入ってるし、ブラつけなくていい。これ買えちゃう。ちょっと水飲みすぎてお腹パンパン。ちょっとじゃあ心臓とか出しちゃうな。フワちゃんなのよ。へそ出さなくていい。多分ちょっとハワイなんでへそとか出しちゃう。いや、もうじゃあハワイ着いたらサングラスとかつけちゃいます。え、ちょっと見た見たし、携帯が勝手に繋がったとかの感覚。え、わかるよ。やっぱ私はハワイの女だ。どういうことね。ハワイに呼ばれてた。ソフトバンクはね、大丈夫らしい。もう決まってんだよ、運命。これはハワイが呼んでた。ハワイが呼んでた。てか、ビールがめっちゃ良かった。わかる。あの一杯、あの一杯のおかげで、どんだけ気持ちよく寝れたか伝えたい。うわぁ、快晴。運転で緊張しすぎてさ、全然テンション上がってる風に見えないよね、多分。見えない、大丈夫、でも大丈夫、みんな初めての左運転ってこと分かってる。大丈夫だよね。え、まずさ、着いてどうする？ホテル着いたら、一旦私は、毛の処理をしたい。生えてきちゃった、寝ちゃって。違う、何もしてないから、うん、ここ3日間ぐらい、さすがにちょっと、あれなので、ね、やって、やって、うん、準備して、うん、ランチしに行く。ね、何食べたい？一発目だよ。一発目で結構これ大事、うん、これが決まる。え、でもなんか友達に結構おすすめ聞いて、うん、結構いろいろ知ってるんだけど、うん、ポキ丼あんじゃん、うん、それがうますぎる店があるらしくて、アサイエも教えてもらったから。アサイエも食べたい。てかランチ行ってアサイエ食べてで写真撮るって、もうなんか海入っちゃうねみたいな。逆にね、うん、だってまだ海さ、真横にあるよね。真ん前にあるよね。真ん前にある。ワイキキ行っちゃうねみたいな。行っちゃうねっていうか、もう目の前だから、ね、目の前だからもういるんだよね、ワイキキ。やばい、何このバスケコートみたいな感じ。超アメリカなんですけど。そう、本当に初アメリカってことでしょ。本当に初アメリカ。それはやばいよね、テンション上がるよね。やばいでしょ。しかも初アメリカがハワイっていうのも本当順調に前に進んでるって感じ。分かる、成長過程って感じ。しかもなんでこんなテンション上がってるかっていうと、うんうん、ハワイの空の青、うん、ハワイの木々の緑、私の髪の赤、この3点セットが揃ったら最高だよね。もう始まるよ。最強ってことだよね。最強アベンジャーズ。もうこれに関してはアベンジャーズすぎる。男子例え男子。うわー、もう帰りたくない。どうしよう。分かんない、絶対 帰らないよ。でも終わってほしくない、終わってほしくない。じゃあ目を考えるの、その終わって、だってまだ始まって1時間49分だよ。9時に着いたとして、うん、そうだよね。でしょ。じゃあワンウィークありますから。そうだよね。なんかさ、こういう旅行ってさ、やさすぐさ終わり考えちゃうんだよね。始まった、あんた毎回そうだよね。始まったら終わりが見えちゃうじゃん。それで毎回なんか悲しさが先に来ちゃうんだよね。でもそれが人生。しかもなんかそのあやって、うん、ハワイまでの毎日がなんか楽しいのね。待ってる時間。分かる、うん、てか私今回パッキング超楽しかった。分かる。ね、コーディネート決めていいんだっていう許可が降りた感じ。しかも露出鏡が一番発揮できる。分かる。インハワイ。分かる。なんかやっぱ日本だと着れないよ。そう、買っちゃって結局 TPO に合わなくて着れないってことが多いから、それを全力で持ってきた。そういうこと。でっかい。マジで最高だったもん。こんな露出していいんだっていう認められた感じ。本当露出女たちには最高な、本当に最高なロケーション、うん、もうヤシの木がめっちゃヤシの木。日本にもさ、いっぱいあればいいのにね。ねえ、なんかこういうのやろうや。ジャパンも。ジャピアンも。待って、やばい、やばい、やばい。ねえ、下のプール見て。やばい。待って、やばい。せーの、もう目の前もう海だよ、ほら。やばいんだけど。え、ま、マジでアロハ。あ、マジでアロハ。アロハ。やばくね。やばいんだけど。だってもうそこでチルもできるし、チルできるし、プール入れるし、うん、海も入れるし、あそこでもチルできるし。ちょっと待って、あ、やばい、気まずい。隣近みたいな。隣近くも。しかも下丸見えてる。
朝倉プールの3人さ、ちょっと待って、イケメン切ない。え、嘘。体見て。待って、確かに。え、絶対イケメンじゃね。え、どうする。ちょ、早く、うちらもさ、おめがししよう。おめがし、かっこいい人に話しかけるさ、フレーズとかさ、勉強しとこうよ。え、違うよ、うちらから話しかけない、うん、話しかけられるんだよ。ちょっとマジで早くさ、ちょっと待って、おめがししよう。え、ちょっと待って、荷物届いてないから。本当だ、荷物届いてないから。部屋はこんな感じです。ちょっと待って、マジでお腹すいた。私の今日のコーデは空港ファッション。空港ファッション。じゃあちょっとおめかしして、うん、メイク始めよう。はい、あの、行きたいと思います。はい、準備完了しました。今日のコーデこんな感じです。かわいい。トーアはこんな感じ。かわいい。なんかあやのお母さんに後ろ姿で見てる。もうそれはさ、褒め何も言えないっすよ、しかもトーアええとも言えないし。私は、これは、上はザラで、これはアリシア。私はガニーです。でかい、なんかこれ。なんかここさ、キュッてやるんじゃないの、結ぶんだよ。これで見えないわ。うん、そういうことで。そういうことね。うん、あっね、うちであんまれるんだから。うん、セクハラされちゃうよ。待ってます。ということで、今からワイキを今からお散歩していきたいと思います。楽しみだね。楽しみだよ。ポキ丼と肉丼、ケーキ丼をいただいちゃおう。うまっ、うまっ、うまっ。めっちゃごま油効いてる。うん、めっちゃ照り焼き。絶対使えなくない。ちょっと不転的にもう終わります。皆さん見てください、目の前はワイキキビーチでございます。しかもさっきちょっと雨降ってて、本当にテンション下がって一言も喋るのやめようかって晴れました。で、ちなみに YouTube 体制が決定いたしまして、本日の1日目の Vlog 担当、はい、中町彩さん、はい、2日目の Vlog 担当、3日目、4日目の彩さんっていう感じなので、はい、いつもの沖縄パターンですね。そうですね、お楽しみに。チェックしてみてくださいね。あ、すごい、見てよ、この危機。でも私帰りたくない。あやむだよ。やめよう、帰るのやめよう。そうな、普通に、普通にね、普通にやめよう、帰るのは。アサイボール食べよう。え、マジでお腹、アサイボール食べたい。ね、アサイボールで締めないと食べた気にならない、うん、だからなんか穏やか。ここら辺で撮ろうかな、この動画挟んで。あれじゃない、はい、って感じで、ちょっとアサイボールを探しに行きたいと思います。アサイボールを買いました。あー、やったー。超でかいよ、食べよう。美味しいんですけどね、食べてみて。いただきまーす。なんでふーってやんの。どう、うん、うまい。いただきまーす。シンプル。蜂蜜欲しい。あ、でも美味しい。求めてたからね、ずっとアサイボール。ちょっと歩いて休憩しようと思ったら、ハレクラニに帰ってきたと思ったら違うホテルに帰ってきてて、ノーハレクラニって言われたらしい。ほら、もう一旦海とかプールに入りたいから、一旦ホテル戻って水着着替えて入っちゃう。あ、写真、写真が、インスタの写真がまだ全然撮れてないので、一旦撮って、もうちょい頑張ってみて、水着着替えて、全力で海とかプールで遊ぼう。危ない。このカメラを置いて行ってしまいました。危ない。あや横っ腹痛い。めっちゃ走った。ありました。なんか今日のあややばくない？今日マジで忘れ物ばっか。なんで忘れ物ばっかしちゃうんだろう。浮ついてるんじゃん。気持ちが浮ついちゃってるのかもしれない。めっちゃ走った。でもめっちゃ足も下がってよ、あんた。確かにずっとなんか飛び跳ねてたけど、歩くのってちょうど変わらなかった。マジで危ない。もう今までこの撮った動画が全部台無しになるとこだった。なんかずっと歯にさ、誰かいる。誰かいる。アイス食べてます。ホテルの近くにアイス屋さんがあって、戻ってる最中に見つけて買いました。ヨーグルトベリーとラズベリーを買いました。ロン毛っていけねえやな。わかんのね。最近思ったのが、うん、ベレー帽似合う人好きなんだよね。あー、あやはね、タンクトップが似合う人。わかる、わかる。タンクトップってさ、そういう男らしさでいるじゃん。腕が人が好きなの。だからなんか細いと、細くて白かったりすると、わかる、わかる。なんかちょっとさ、ね、なんか夏男が好き。あ、わかる、わかる、わかる。タンクトップ、うん、タンクトップのここに入りたい。わかんない、それはごめんごめん。だからソファーでここに入りたい。え、脇毛入ってたの。全然いい。え、それタンクトップじゃないとダメなの。じゃいいんだけど、タンクトップの方がより肌感感じるし。あ、肌と肌ってことね。肌と肌系好き系なんだ。あ、全然好き。あ、嫌かも。そう、またお前が何言ってんだろうって叩かれるかも。別にいいじゃん。私こういうこと言うと叩かれがちだ。なんでだよ、いいだろ。お前が言うなって。
時間の流れがゆっくりしてて超リフレッシュって感じ。ねえ、マジボケーとしちゃうね。なんかいつもさ、旅行中で結構あえて喋るけどさ、もう喋りたくない。喋、ね、んないよね、あんまり。焦ってる人が誰もいないから、うん、みんな穏やか。確かに確かに、みんなゆっくりイライラしてない、うん、ピンクドリンクを飲みました。イエーイ、初、せーの、チアーズ。どう？あー、うまっ。意外とさっぱりしてる。美味しいよね。ベリーにチェリーちょっと混ぜたい感じ。適当になんです、最後。レモネードもちょっと感じない？ない。レモンはない。鼻から抜けるのチェリーじゃない？なんかベリーって感じ。チェリー。いやいや、ベリー。あー、わかるよ。だから、うん、ベリーにチェリー混ぜてる。どっちも一本も引かない。見て、なんか綺麗。何が？なんかこの青空が、と建物に当たる夕日の感じ。夜ご飯まで時間があるので、この人は寝ます。寝ないよ、絶対寝ない。いいえ、皆さん聞いてください。もうボケがひどいんです。この方の時差ボケが、寝たはずなんですよ。寝たはずなんですけど。じゃあ昼寝ないとダメなんだよ。自家ぼせじゃなくて。飛行機でちゃんとぐっすり寝て、うん、私はもうピッチピチで元気もりもりなんです、うん、ただこの方を見てみてください。すぐ座ろうとします。海の崖に座ったと思ったら一生ぼーってしてます。ボケてます。気持ちよかったからだよ、海沿いが。今すぐにでも寝れるって言ってました、その時。でも言うな。一旦休憩。一旦休憩。あの8時から知り合いの友達が働いてるディナーがあるらしい。あ、そういうこと。そう、なんかイタリアンで働いてるらしくて、そこを予約してもらったので8時にイタリアンを食べに行きたいと思います。ディナー。チャオチャオ。イエーイ、チーズケーキファクトリーに行ってきました。イエーイ、マメーで、ケーキを買ってきました。大丈夫、大丈夫、痛くない、痛くない、痛くない、大丈夫、大丈夫、痛いの。え、すごい、足マジ臭くないんだけど。ちょい。いっぱい歩いたから今日は。ちょいは感じてるやん。食べよ。いただこうよ。うちっていつもそれ言うよね。ちょっとさ、わざとなんか丁寧風にしん。鴨姉妹。いただきます。え、初めてなんだけど、これこんだけで。は？うま？1200キロカロリー。じゃあ1200や。ああ、1200。でも1600カロリー。いただきます。うまっ。見せてくんだ、普通の中。うまっ。うまくない？なんかさ、朝よりここのニキビでかくなってる。やっぱり。マジで面白い。治んないんだけど、ここのニキビ。あんたは？え、なんか治ってきてる。うん、そう、治ってきた。なんで？萌えだって。滞在されて4日目ぐらいだもん。うち2日目。2日目は一番。え、めっちゃうまいんだけど。うまくね？うん、でも確かに1個食べれないわ。うん、絶対無理、絶対無理。美味しいんですよ、ここのチーズケーキ。夜ご飯はトアの方で撮ったんですけど、はい、知り合いのね、方の知り合いのお店で食べさせていただいたんですけど。知り合いの知り合いね。そうそう、初対面だったんですけど、撮影とかも快く引き受けてくれて。そうなの。なんとね、無料にしてくれたの。うん、ぜひ。やばくない？やばくない？しかもマジでうまかったよね。ね、マジでうまかった。うちはあんなにバクバク食べるの久々じゃないの？うん、久々に見た。トリトンぐらい。本当にトリトンか、あそこが。マジでさ、こう見えてさ、量少ないじゃん。うん、バカ言ってると思ってるかもしれないけど、本当なの。量マジで少なくて、うちバカ言ってる。けどそんな私が、すごいよね。すごい。トアは一個一個の量少なくて、数が多いタイプ。うん、数こなしタイプ。うん、もう一日終わっちゃうよ。絶対これ映ってるよ、私の。この服を、うん、今日3回目 あのお着替えをしたので。ほんとさ、これ A 型いたらさ無理だよ。無理だよね。最近 YouTube でも上げたんだけど、高校の時の先輩と旅行に行ったのね、うん、でその先輩が A 型なの。でもほんとにすごくて、うん、やっぱ A 型ってすごいなと思った。何がすごい？え、なんかもう汚れてる時がない。全部こうしまって、出してしまってっていうのをちゃんとしてて。 B 型は一気に汚して一気に片付ける。そう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 、マジでそう、マジでそう。ほんとにそうなの。気が向いたらめっちゃ掃除するよね。めっちゃ掃除する。一日中掃除してる時あるけど、気が向かないと汚くなるまでとことん汚くしちゃう。今私気が向いてない。あやは綺麗に見えればいいやっていう。 あれだから、うち逆それなんかないのよ。綺麗にするならとことんしたいから、うん、あ、詰め込むタイプ。一旦見えないところ。なるほどね。明日は何をするかっていうと、海デーにしたいので。そう、水着を。でもさ、水着着る前にさ、いっぱい着ちゃ、めっちゃ食べちゃったから、もう加工でなんとか。もう、もういい。それがバカンス。うん、だから海行ってちょっと車で遠出とかしていこうかなって思ってます、ね、ごめん。
して常に自分のこと見てるよ、うん、本当にすごい。で今日もうハワイで車とかめっちゃ止まってんのね、うん、で海外の車ってさ外から見えないようになってんじゃん。あ、スモークね、ね、自分がするのよ、うん、うち全車見てるからね悪いけど自分が悪いけど正直正直逆にね逆に今同じように逆にって言おうとした次正直の次もうやだ全部一緒なの思考回路が喋る時の本当にやだマジでだからもう一人でいいもんねなんならだから感想一緒でも別に一人でよくない旅行とかもだって一人で来ても全部一緒だ持ってきた洋服も同じやつあったからねそうだよやばくない本当にやばいよだってこれも持ってこようか迷ったもん暑いかなと思ってやめた。え、だから私1日だけ雨があるって書いてあったからその時に着ようと思ったけどもう来ちゃったよもう3個も来たから3個でもこなしちゃったからこれから多分1日3着をだから1週間やったら21着持ってこないとこと足りない楽しいの服が本当に服が好きなんだなって、ね、改めて思う。うんうん分かる服着るのが一番楽しいって思う全シチュエーションに変えたいぐらい。うん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 本当ならばならばね、うん、え、明日の服決めちゃう。え、明日の服決めちゃうでも明日は水着メインやん。その人やめて女に汚いです。やめて明日はどうすんの。明日はだから車でポキ丼とアサイボール食べに行ってで穴場スポットの海行ってでうち結構これかも。であと色の違うスタバとか行ける可能性ある。うわ待って結構映え、うん、映えって感じ。水着用とそれ映え用の洋服を着るしかない。私的に結構これじゃない。あそれ中に着るイメージなんだ。ああなるほどね。あーなるほどね。かわいい。え、違う違う違う普通にあのどうやって合わせるんだろうと思ってた。骨格ストレートだからこれだけは着れない。うんウェーブさんよでもそれができちゃうのがかわいい。揺れすぎだろちょっとだけ結構これじゃない。うんうんいいと思う。海ってなったらうんじゃああやも決めてこう。これにお団子とかめっちゃ可愛くない。可愛い。本当はこのセットアップも可愛いけど結構買い物っぽいんだよね。確かに。私は私はギャル嬢にしたいのはスーピンまで愛してる。マジこの歌私のためだと思ってる。あやがオオカミさん出た時の時代の歌で。え、そうなの。そうだよ、あいつの時代だよ。ますあんたがオオカミ出てる、え、見てみたかった。え、本当にやめてね時代見だけど。え、リアルタイムで見てみたかった。やばいよ、多分アンチだったと思うよ。え、私が、うん、あやも友達になってる状態で見てみたかった。あー、そういうこと。絶対面白いもん。確かに、絶対面白いよね。私明日これにしようかな。あーね、いいじゃん。これありじゃない。水着中に着て。あ、そういうこと。うん、まあ、ありだし、うん、映えのスタバってなったら。え、そうなの。やっぱ私もこれにデニムも全然合わせたい。そこなんだよね。うんこしたい。え、わかる。うちも今ちょっと待って、今作ってるえ、うんこしてきて。はぁ、いいけど別にうち一人で回せってこと。え、別に着てもいい。ダメ。じゃうちもマジで、あ、今おならかうんこかって今審査してる。審査。あのお尻でマジで今。だから一回止めて、早く行って。え、うちマジでやば、本当に。え、本当に臭いし長いから。一回早く行って。本当にマジで。しかも審査中まだ正直。まだ出るか出ないかって言われたら早く行って。このこの今うんここんな感じだから、おならになる可能性もあるし、おなら収まる可能性もあるし。早く言って。言って何を言うの、何を言うの。これで、ね、お揃いパターンもありだよ、可愛くない。しかもカードるやん。カード乗るもんね。カード乗るから、お揃いパターンで結構映えへん。うんこした。うちも、あ、待って。あ、オッケー。うちの場合ね、出てた違う、今出てた。うちの場合聞いてほしい。今出てた。違うの。おならってどこから作られてるか私わかんないんだけど、私自分でわかるの。おならの後にうんこがあるじゃん、絶対わかるの。だから今、ピューってなってここでピチって止まったの。わかる。最後プチって言ったの聞こえた。プチプチって、あ、臭っ鼻つまんで、臭い、マジ臭い。そう、マジプチ、最後プチって聞こえた。その聞こえてない。プチが、その腸がうんこにパタッ落ちてる。このだから今ちょうど降りてきた。審査だ、次うんこ出ます。はい、お楽しみに。じゃあ今マジでうんこ漏れそう、ほんと無理。え、どうしよう。どうしよう。決まんない。ないです。ですよね。ごめんなさい。揺れなかった。作り物。プラン、どうプラン。まあ、朝起きます。美味しいポキ丼食べに行きます。アサイ食べます。穴場スポットの海行って水着そこで撮ります。そこで初撮影。はい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 、はい。穴場スポットで初撮影の
水着撮影。はい、水着撮影。水着撮影で。制服モデル。水着撮影。水着撮影で、その後、明日じゃなくてもいいけど、まあ、スタバとか、時間があるから。だから最初、水着が着れる方が、アゲなのかなっていう。明日は水着メインだから、どちらかというと。あ、そっか。穴場のところに行くんか。そう。あ、だから、ほぼ水着。でも私は別に水着撮影を多分しないから。うん。あんたは別にいいよ、もう何でも。え、そうだよね。うん。これ可愛くない？可愛い。でも確かにその下に水着でも全然あり。ありだよね。これにしようか。海なんて何度も行くしね。何度も行く。じゃあやこれにする明日。じゃあ私はこっちかな、やっぱ結構この前に。うん、あんたはね、何言ってもね、もうそれだと思う。さっきから思ってたけど。そうなの。うん、ブレないじゃん、私って。ブレない。ということで決まりました、明日の洋服。はーい。これに下に水着て、あやはで、海行って、海沿いとかでなんかポキ丼とか食べて。私も水着仕込めるわ、これだったら。うん、仕込み水着。バイバーイ。Down with lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh, how seasons change, winds picking up, I better look out. Cause you said something, then I said something, now I have nothing, I just want to know.